ヨーロッパのほぼ中心にある国、ドイツ。ドイツといえばビールにソーセージ。今回はヨーロッパまで格安で行く方法でフランクフルトへ。そしてドイツはサッカーで大盛り上がりです。どうも、今成田空港にいます。これからちょっとヨーロッパのドイツの方に行きたいと思います。で、多分この方法は現状最安でヨーロッパに行く方法なので、まあよかったら安くヨーロッパに行きたいなって人は、まあ参考にしてくれたらと思います。で、今回初めての航空会社を使ってヨーロッパの方に行きたいと思います。ここか。このスリランカ航空を使って、スリランカコロンボを経由してヨーロッパの方に行きたいと思います。はい、今チェックインしてきました。これスリランカ航空で、ちゃんとなんか綺麗な封筒まで用意してもらって、なかなかいいですね。で、この今回のスリランカ航空のチケット代なんですけど、98,000、往復で98,000です。で、この今ヨーロッパまで安く行こうとすると、どうしても中国系の航空会社かこのスリランカ航空かみたいな感じなんですけど、なかなか10万切るっていうのは今珍しいんではないでしょうか。まあ、どうしてそんだけ安いかっていうと、やっぱり乗り継ぎがどうしても長い時間とか、なんか回数が多いとかなんですけど、まあ、今回この僕の動画で、まあ、こういう感じで行くんだっていうのを参考にしていただけたらと思います。11時35分、コロンボ行きですね。91。それで今回使うこのスリランカ航空なんですけど、どうやら遅延することが当たり前のようで、調べてみたら先週8時間遅れて出発した日もあるということで、で、今モニター見た感じ、今日は珍しく定刻ということで安心しました。それでは今からスリランカ航空に搭乗したいと思います。スリランカ航空の飛行機の中です。僕が座る席はここの席。そして置いてあったのが枕と、これが毛布ですね。そして USB のポートがあったので携帯を充電することができます。で、前の席との間隔はこのくらいです。まあ、そこまでゆとりがあるわけでもなく、ごく普通といった感じです。足を置くバーもありますね。機内はこんな感じ。そして頭の部分はこうやって動かして頭を固定することができます。で、これは離陸の際のカメラ映像ですね。で、席が空いていたので離陸した後席を移動させてもらいました。そして機内は結構寒いです。こんな感じですね。結構ガラガラです。そしてモニターには設定で日本語があるので使いやすいですね。で、映画がインド系からハリウッドまですごく幅広くありました。イヤホンジャックはこちらの肘掛けの部分にあります。これが結構年季の入ったテーブルですね。で、今回出された機内食がこちらですね。中身はケーキ、サラダ、そして飲み物とパンと、これがスリランカ料理ですね。で、次に来たのがこちら、フルーツ、サラダ、そしてチキンを選びました。チキンヌードルです。そしてこの鶏肉が結構柔らかくてジューシーで美味しかったです。スリランカに到着しました。ここスリランカのバンダラナイッケ国際空港です。で、今の時刻は4時50分、こちらのコロンボの時間で4時50分。多分確か東京と日本との時差は確か3時間半ですかね。僕が次に乗るフランクフルト行きの飛行機が明日の3時、これから10時間後、約10時間後なんですけど、まあ、だからちょっとスリランカコロンボの外に出たいんですけど、まあ、ここがちょっと問題で、スリランカはビザが、入国するにビザが必要なんですけど、このトランジットビザの場合は48時間だと無料でビザを発行してくれるんですけど、このビザがどうやらホテルの宿泊予約がないと取れないみたいなこと、話、まあ、いろんな人の話
ブログとかを見たらそう書いてあって、まあ、事前にスリランカ航空とかに問い合わせて聞いたんですけど、まあ、必要はないと、まあ、だけど実際はどうかわからない、だからもしかしたら外に出れないかもしれないんですけど、トランジットビザを取って市内の方に行きたいと思います。おお、スリランカは国民の7割くらいが仏教徒のようなので、この空港にもこの仏像が置いてありますね。ここのビザオンアライバルでちょっとビザを取れるか聞いてみたいと思います。出ることができました。まあ、結果的には出れたんですけど、ダメだって言われました。時間がなさすぎるって、10時間で時間なさすぎるからダメだって言ってビザ取らせないって言われて、で結論から言うと変な部屋に行かされて、その部屋で一生懸命説得して、ただそのご飯を食べるだけだみたいなことを言ったら、もうなんか向こう分かった、じゃあいいよみたいな感じで、まあだから熱意です、熱意を熱意で入れたらあれなんだけど、熱意もうそのもういいよじゃあ行けよみたいな感じで出れました。でやっぱりそのなんかダメって言われますね、トランジットビザくれって言うと。まあ出れたんでよかったです。で SIM カードは事前に Amazon で1300円ぐらいだったかな、1300円ぐらいのこの SIM カードを買いました。で今これはちょっと使えるか試してみます。 HUTCH みたいなところにつながりました。 100kbps、 かなり遅いですね。まあでもまあ、繋いだばっかなのでここから上がっていくんではないでしょうか。でスリランカは1スリランカルピー 0.5 100円で100ルピー50円ぐらいって感じですね。100ルピーで50円ぐらいか。よし、それじゃあ外に出るか。うわ、蒸し暑い、湿気がすごい。空港の出口を左に曲がってずっと来たここに、あの Uber のピックアップポイントがあるので、ここで Uber を待ちたいと思います。コロンボ市内まではタクシーで45分くらいで到着しました。でこちらが南アジアで最も高いロータスタワー、入場料はなんと US$60。市内まで来ました。で、ペタ地区っていうところに行こうとしたら、タクシーのドライバーの人がもうこの時間帯閉まってるよっていうことなんで、このワンガルフェイスというショッピングモールの前で降ろしてもらいました。でこのビーチのあたりを歩くといいよってことなんで、ちょっとビーチのところまで歩いていきたいと思います。あー、これ有名なお茶屋だ。ちょっと今度行ってみよう。これあっち側のビーチ行くといいよって言われたんだけど、どうやって渡ればいいんだろう。やはりここも横断式か。怖え。この道渡るの怖すぎだろ。この人たちと一緒に行くか。ここがガルフェイスグリーンという有名な場所ですね。みんな芝生に転がってる。今回はそんなビーチにあるこちらのナナズシェフというお店にやってきました。うまそうだな、すごく。注文した料理はこちらの鉄板で温め直してくれます。スパイシーミディアム、いや、ミディアム、ミディアム、オッケー。スパイスビーフ and like calamari、ビリヤニ。席まで案内してくれるということなので、ついていきましょう。あ、来たね。風が強い。水かな。手洗うのかな、これで。ロケーションはすごいね、スリランカ。ご飯が来ました。ビリヤニです。そしてこれがチーズナン。でこれが、
ビーフです。でまずはあのビリヤニをいただきます。うまっ、辛いよ。さあこのチーズナンもいただきます。いただきます。味ない。それはそうか。つけてこれを食べるとうまい。その後に来たのは近くのショッピングモールのスーパーマーケット。物価は一体どれくらいなんだろう。これはお米だ。すごいたくさん種類がある。そしてこれがバター。バターは1100ルピー、500円くらい。おお、これはなかなか甘そうなドーナツだ。そしてこれが石鹸。匂いはあーアジアって感じ。これトイレットペーパー高すぎじゃないか。これ1ロールで140円。高っ。これはジンジャービールと書かれた飲み物。どんな味なんだろう。少し早いんですけどバンダラナイケ国際空港戻ってきました。もう今夜の10時なのに激混み。なんで。無事に戻ってきました。正直あんまり観光できなかったんですけど、まあまた帰りもあるんで帰りにしっかり回りたいなと思います。とりあえずシャワーを浴びたいのでちょっとラウンジの方に行きたいと思います。来たのはロータスラウンジ。まあでもお酒とかもあっていい感じじゃないでしょうか。水もあって、おお、うまそう。でももうそんなお腹空いてないんだよな。今日もう4食か5食ぐらい食べてるからすごくうまそう。ここがシャワールーム。ちょっと狭めですかね。こんな感じで、バスタオルがあって、これは使いかけの石鹸。こちら水しか出ませんね。まあでも全然浴びないよりかはマシか。少し仮眠をしてフライトへ。3時25分のゲート R3 行きましょう。これからフランクフルト行きの飛行機に乗りたいと思います。およそフライト時間が13時間。でこれちょっと不思議なのが、1回フランスに行って、でなんか給油をするらしくて、で受付の人に聞いたところ、飛行機の中で待ってくださいということなので、どうやらフランスで約1時間から2時間ほど飛行機の中で待機する状況になりそうです。バス移動で今から飛行機に乗ります。今飛行機まで到着しました。だいたい5分ぐらい乗ってたかな。でこれが今からヨーロッパに向かう飛行機です。ここが機内ですね。最初に乗った飛行機とそこまで変わったところはないようです。でも若干狭くなった気がする。でこれが出てきた機内食です。でこれが朝ごはん、スクランブルエッグ、フルーツ、そしてヨーグルトですね。美味しくいただきました。スリランカから10時間パリに到着しました。今フランスのシャルル・ド・ゴール国際空港を到着しました。初めてなんだけど、フランスのパリに行って、パリで降りる人は降りて、フランクフルト行く人はフランクフルトそのまま残ってくださいってなってことあるんだ。機内で待っていると清掃が始まりました。ガンガンに掃除したりします。フランクフルト国際空港に到着しました。東京を出て32時間くらいかな。やっと到着しました。
フランクフルト中央駅に向かいたいので、ターミナル1じゃないと電車が乗れないようなので、ターミナル1に行って、地下鉄に乗ってフランクフルト中央駅まで行きたいと思います。こちらスカイラインに乗ってターミナル1に行きます。ターミナル1到着しました。多分このここまっすぐ行けばいいのかな。この RMV で切符を買いたいと思います。買いました。ドイツのユニフォームを着たサポーターの人が多くいますね。やっと着きました。ここはフランクフルト中央駅です。今日どうやらドイツ対スイスの試合があるの でしかもここフランクフルトでやるようなので、すごく人がいっぱいいます。 あれがスイスのサポーターですね。ここがフランクフルト中央駅の正面玄関ですね。よし、ちょっとここから遠いんですけど、一回ホテルの方に向かいたいと思います。その前に駅の中にあるこちらのお店、ドイツに来て最初の食事、何を食べようかと悩んでいると見つけたのはこのサンドイッチ。これがメットサンドというドイツのサンドイッチになります。メットサンドって言って、豚の生のひき肉を挟んだサンドイッチです。やばいね、生の豚だよ、外国で。生ハムみたいな味がする。食感は舌に触れた時の感じっていうのはネギトロみたいな感じなんですけど、味は生ハムって感じです。美味しいですよ、すごく。でもこの後ちゃんとお腹を壊してるので食べない方がいいです。おすすめしません。 U1 に乗ってここまで行きたいと思います。最寄り駅で降りました。今日は日曜日なので、ここショッピングモールが併設してあるんですけど、お店は結構閉まってますね。今日泊まるホテルがここです。トリップインホテルです。フランクフルトで泊まるのはここの部屋です。それじゃあ入ろうと思います。あ、全然いいじゃん、ベッド2つある。まあ景色は別にそんな良くはないですね。でもまあ部屋はこんな感じです。ここが何もない。で、洗面所はティッシュで、ハンドウォッシュか、これが。まあ特に多分本当はここにゴミ箱があったらこのまま捨てられるってやつか。こんな感じですね。これなんだ。 Wi-Fi はまあまあ速度出てますね。 38Mbps。 さあ今もう19時なんですけど、まだドイツは明るいです。で、今中心地に戻ってきました。そしてこれが有名なモニュメントですね。昔欧州中央銀行がここの場所にあったので、このモニュメントがここに存在するようです。すごい人いっぱいいる。さあ、ドイツ料理を食べに来たのはここパウラナアムドーム。ここはかなりの人気店で、並ばないと入れない時もあるとか。頼んだのはバイスビール。白ビールと言われていて、ほのかに白っぽく、苦味が少なくフルーティーな香りが特徴的なビール。うまっ。やっぱりドイツということでソーセージの盛り合わせを注文。いただきます。ソースをたっぷりかけていただきます。うまっ。日本のソーセージと違って、パリっていう、皮がパリという感じではないけど、すごくジューシーで美味しいです。
で、これが多分マスタードとかにこうやって、これがさらにうまい。うん、これ白ソーセージは皮を切って中身だけ食べるって聞いたんだけど、いただきます。ああ、柔らかい。もう止まることなく食べ続けます。そしてこれがザワークラウト、ドイツのキャベツの漬物です。これを食べると一気に口の中がリフレッシュされます。せっかくなんでちょっとユーロカップ盛り上がってるところに行ってみたいなと思います。すごいな、もう別に関係ないじゃんお店。このここで見ようかな。オフィシャルのファンゾーンは閉まってたので、ここでドイツ戦を見ることにしました。おはようございます。翌日になりました。で、このホテルでね、ちょっと昨日起きた事件というのか、お風呂は、まずお風呂入った時に、あ、今これ乾かしてるんですけど、まあ見ての通り仕切りがないんですよ。だからもうこう昨日びっしょびしょです。で、お風呂上がって髪乾かそうかなって、あ、ヘアドライヤーあるじゃんと思って、これ使おうとするじゃないですか。これぶっ壊れてますね、これ。うんと押すんと思います。ここのスイッチかなとか思ったんですけど、もう何も関係ないです。夜帰ってきたら電気がここしかつかないんですよ。で、こっちの部屋の電気全くつかない状態で、で、あれ2つあるじゃないですか。あ、これね、これスイッチ押せばいいんだ。そしたらあそこが消えるだけなんですよ。ここの電気どうやってつけるんだろうと思うじゃないですか。これ一生懸命探しました。そしたらなんとここの後ろに、これはわからない。すごく眩しい。で、気温は多分今多分20度くらいかな、ちょっと過ごしやすいくらいですね。ここのスーパーに行ってみましょう。スーパーのドイツのパンは安いですね。これとか 0.19 ユーロだよ。いくら？ 3,40 円ぐらいだ、1個で。基本的に全部まあ1ユーロ前後ぐらいで買えるって感じですかね。ここはハリボーコーナーですね。さすがドイツ、安いね。1ユーロしないよこのサイズ感で。しかも種類が豊富。これが今日の朝ごはんです。これがクロワッサンと、これがなんかクリームチーズみたいなのが入ったパンで、これが中にソーセージが入ってるパンですね。で、コーヒーを買いました。合計で 4.3 ユーロぐらいです。まあまあ安いんじゃないでしょうか。クロワッサンから、うまい、クオリティが高い。ふわふわしててバターがすごく効いててうまいです。すごい。電車を乗ってきたのはハウフトバッフェ駅。こちらから今からレーマ広場の方に向かいたいと思います。あ、ちなみにこれ1日券購入しました。1日券は 7.1 ユーロです。いいですね、ドイツって感じの通りです。ドイツという感じの通りというか、ヨーロッパっていう感じですね。やっぱヨーロッパではお店の前に必ずテラス席があって、みんなここで食事とかしてます。今25度くらいなんで、ちょうど
いい気温ですね。駅から歩いていると、おお、だんだん見えてきました。ここがレーマー広場。ドイツの美しい旧市街の建物が立ち並んでいるが、実はニューオールドタウンといって新しく再建された場所。中央には女神の像の噴水がありますね。そしてこの向かい側にはドイツの伝統の木組みの3棟の建物が。これは旧市庁舎で、建物がレーマーという名前からここがレーマー広場という名前になりました。階段状の切妻屋根が特徴的です。もともとは貴族の所有する建物で、市が貴族から買い取り市庁舎として使っていたようです。そんなレーマー広場の反対側には特徴的な建物が。ここはパウロ教会。第二次世界大戦で多くの建物が破壊されたが、一番初めに再建したのがここ。パウロ教会はドイツ民主主義の象徴の建物のようです。そんなパウロ教会の近くに100年以上前からあるコーヒーショップというのがあるので、そこに行ってみようと思います。来たのはここワーカーズコーヒーショップ。店内は手作りの美味しそうなケーキにコーヒーのいい香りが店いっぱいに充満してます。アイスカフェラテを注文。これがコーヒーのいい香りがしてとても美味しい。そしてサンドイッチ。これはちょっとパンが硬かったかな。ケーキはアップルケーキを注文。甘酸っぱい洋酒漬けのリンゴにシナモンの香り、ナッツに焦がした砂糖の風味が口いっぱいに広がる。お、フランクフルトの音楽家かな。あのそびえ立つ塔の場所に行ってみよう。クラシックな音楽が街に溶け込んでるな。うわ、でかいな。ここは聖バルトロメウス大聖堂、フランクフルト大聖堂と呼ばれることも。この赤茶色が特徴的。それでは中に入ってみましょう。実はここ1800年代に火事で焼失した後再建され、後の第二次世界大戦でも破壊され、現在の姿に再建されました。ここは神聖ローマ帝国皇帝の選挙や戴冠式が行われたことからカイザードームとも呼ばれています。ここが実際に選挙で使われていた場所のようです。バルトメロー大聖堂の反対側にはマイン川ですね。なんだろうこの鳥、初めて見るかも。カモにしては大きい。ここが父なる川マイン川。お、遠くに大きな橋がありますね。ここがアイゼルナーシュテックと言われる橋ですね。行ってみましょう。ここはフランクフルトのシンボルとして有名な建築物の一つであるアイゼルナーシュテック。ドイツ語で鉄の橋という意味のようです。ここはレーマー広場とザクセンハウゼン地区を結んでいます。橋を見ると南京錠だらけ。そう、ここは訪れた恋人たちが永遠の愛を誓って橋の柱に鍵をかけていくそうです。なので恋人たちの橋とも呼ばれています。小腹が空いたのでフランクフルトの台所と言われる場所に行ってみましょう。ここか。次に来たのはここクラインマルクトハレ市場。ここに行ってみましょう。フランクフルトの台所のようですね。おお、ソーセージがいっぱい売ってる。
種類多いな。他にもチーズなんかが売ってるようです。2階へ上がってみると、おお、お店がぎっしり。ここの並んでいるソーセージ屋に行ってみたいと思います。ここは市場の1階にあるシュライバーというソーセージ屋です。どうやら地元の人からも大人気のようです。支払いは現金のみ。飲み物込みで7ユーロ。いただきます。マスタードをたっぷりかけて。待って、めっちゃうまい。身が驚くほどプルプルしていて、ソーセージとは思えないような食感です。お店の横にイートインスペースもあるので、よかったら来てみてください。ここか。こちらゲーテハウスです。閉まってるっぽい。ここはドイツを代表する文豪ゲーテの生まれ育った家で、隣のゲーテ博物館と合わせて観光するのがおすすめのようです。続いて来たのはこちらです。旧オペラ座ですね。ここのオペラ座は第二次世界大戦中に空爆に遭い全壊したが、その姿から世界で最も美しい廃墟と呼ばれるようになりました。しかし1981年に再建され、今の姿に。1階にはレストランやカフェがありますね。そして正面には踊っている人たちも。それではフランクフルトでビール以上に有名なあるものを食べに行きましょう。来たのはここアプフェルバインバグナー。テラス席は人でいっぱいでしたが、店内なら入ることができました。フランクフルトでビールよりも有名なのがアプフェルバイン。フランクフルトの地酒でリンゴのワイン。リンゴの酸味と渋みが特徴で、好き嫌いは分かれそう。ストレートかソーダと割るかのスタイルがあります。これがかなり渋め。頼んだのはシュバイネハクセ。ドイツ料理で豚肉をカリカリになるまで焼いた肉料理。豪快にかぶりついてみます。食べづらいですね。切ってみると肉はジューシー。マスタードなんかをかけるとさらに美味しくなります。これはフライドポテト。じゃがいもがホクホクですごくうまい。全部美味しくいただきました。以上がドイツフランクフルトでした。次はサッカーとか見たいなと思いながらブラブラドイツを移動します。チャンネル登録お忘れなく。それではまた。